今日は、朝からあの場当たりだったりなんだったりいろいろカメリハとかいろいろやって、で空き時間はエッセイを全部書き終えて、嘘、途中まで進めてで残りの時間は全部振り起こししてで、カウントダウン TV ライブライブさん出演して帰ってきて、日本酒のエッセイ終わらせて、ご飯食べながらセットリストちょっと書き出して、やっと書き出せたところまでしかまだ終わってないのでちょっと今日は15分ぴったりで終われるようにしたいと思います。ちょっと何も間に合ってない本当に今日こんなに割と詰め詰めで頑張ったんだけど何も間に合ってない。何も間に合ってないやばい、一旦落ち着いてって。そうなんだよね、今11時半でしょ、明日公演があるんだよね。公演の振り起こしもあるんだよね。何時に寝れそうってね、今日はちょっと一旦寝ることを忘れてみるわ。あのもちろん寝るんですけど、一旦何時までに寝ようっていうのを一回忘れて、明日でも朝からもう通しなので、とりあえず納豆食べよう。そう、納豆食べながら今書き起こしてたの。吐きそう、もう今日ずっと寝なきゃダメだって。そうなんだよね、でも最低3時間は寝ればいいから、でも明日7時に起きるとするじゃん、なると4時までに終わらせなきゃいけないの。でお風呂とかも入るじゃんってなると残り3時間ぐらいしかないの。明日もあれもやるでしょ、新曲公演ね、最近始まったんでしょ、それも覚えなきゃいけないでしょ、8人バージョン。レッスンに行けてないとひどいね、ちょっとこれはこれはちょっとひどいよあれ、いやずっと空き時間もさ今日ずっとやってたんだけどさ、振り起こし、ちょっとこれはひどいよちょっと早いんじゃない、通すの。武道館まだ明日10日だよ、もうちょっとギリギリまであの振り起こしさせてもらえる時間をいただけたらなんかちょっとね、あのできたんだけれども、ちょっと一日じゃちょっと無理だよこれ
さすがにさ、ちょっと。もう、ありすぎてさ、やることが、やることってか、レッスンにさ、行けた曲もさ、まあ、少なからずとも、まあ、2、3曲はあるわけなんだよ。3日間のうちね。でもさ、その練習もちゃんとしたいじゃん。でもまずそのさ、振り起こしっていうのがさあるとさ、そっちも手につかないでしょ。でもその振り起こしがさ、やっぱりさ、やったことない曲だったりさ、やったことない立ち位置になっちゃうとさ、もうさちょっとこれはマジでさ、時間が欲しいわ。どうしたらいいんだろうか。どうやったら時間って伸びる？一旦とりあえず今は配信してるからちょっとゆっくりさせていただくけどさ。うん。ご飯納豆だけなの？いや、サラダ食べた。サラダ食べて、で今納豆食べて。今日はもうこれだけ。お腹いっぱいになっちゃうともう眠たくなっちゃうから、今日はこれだけにします。うん、ごちそうさまでした。ね、悔しいよね、本当に。今までもさ、レッスン出れないなんてこといっぱいあったんだけどさ、そのたんびにさ、振り起こししてさ、よかったんだけど、ただ、やっぱさ、悔しいよね。寝る時間削っても時間は削られてる、限られてるわけじゃない。もっと時間が欲しい。悔しい。ちょっとなるべく4時までに終わらせれるように頑張ります。うん、なんか投資までの期間が短いの？いや、わかんない。いつから、いつ頃からみんなのレッスンが始まってたのかも、私はちょっとあんま把握できてないのでわかんないんだけど、あんまり、ただまあ今回は大西だけじゃないので、まあ昨日だってマチャリンとかコミさんとかも昨日千秋楽だったから、舞台昨日だったよね。そう、一緒だったから、そう、まああれなんですけど、だから今日詰め詰めなんだろうな、みんなというかそのレッスンに参加できてない人たちは。でもなんか他に仲間がいるって思ったら頑張れちゃうわね。自分だけだとなんかもうやってらんねえよってなんかなるかもしんないけどさ、他にもさ、他のメンバーも同じならなんか頑張れるね。なんか懐かしいな。なんか懐かしいわ。なんか昔コンサートでさ、チームエイトかなんかのコンサートツアー、なんかすごい時期があって予定が、
みんな2時間なんかホテル帰って2時間だけ寝て起きてまたレッスン場行ってみたいな、なんかそんなことをやってた時があったので懐かしい。なんかそれって思えばまああれなんだろうけどさ、あの時はなんか若かったからさあの時は若かったからなんかさあれだったけどさ、今もう26だからちょっとちゃんとね睡眠とんなきゃね、あのやってらんないんだよねもう本当に大事だよねマジで睡眠、あの回復しないんだよね、次の日マジで何の集中もできなくなっちゃう。ね、睡眠大事。いつもなら絶対2時までに寝るって決めてるんだけど、明日ニキビできませんようにうん、今日は何時までレッスンしてる、何時だったかな昨日。でも落ち着いたのは全然12時過ぎてたな。昨日やったあの最後の曲はあれは何日目の曲なんだろうか、うん、あれも難しかったんだよな、やっぱり今回難しい曲多いんだよな、びっくり。そうなのでちょっと そろそろ何時、ありがとうご協力ありがとう。よし、今日の休憩タイムがもう終わるそうなので、ランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位ルールズアットマーク岐阜のルート人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がきょいさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がよちゃんとゆももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。あ、変わってもった、もう一回いきます。1位、ルールズアットマーク岐阜のルート人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がきょいさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がさとちアットマーク大西くんさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が、よちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がまゆうかじゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がかきやっとまこんにちぐんさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。というわけで、今からちょっと頑張りたいと思います。なるべく3時間は寝られるように。ちょっと頑張って集中して、ちょっと頑張りたいと思いますので、ぜひ応援してって。寝るときに、あ、ももちゃん今も頑張ってんだなって。応援しといて、ありがとう、頑張ります。あ、ちょっと待ってた、ありがとう。休憩タイム終了、ちょっとじゃあ頑張ってきます。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。じゃあバイバイ、またね、ありがとうございました。